教会についてなんですけれども、なんかアナケとも2人で話していて思ったことがあって、少し前に日本の流行語にはならなかったと思うんですけれども、面白い表現で、はいといいえがあって、はいに近いいいえといいえに近いはいっていう言い方が多分日本の若い人たちの間でなんかこう流行ってるというか、そういう言い方があるっていうことをどこかのメディアで見て、それで私すごくそれはすごい面白いと思って、まあ、外国人の友達に話したらそれ分かりにくいってすごいこう切られちゃったんですけど、でもなんかそのいろんな教会の中にそういうことってあると思って、はいといえってなんかもう白黒なんですけど、その間にこうグラデーションになるこうはいに近いいいえだったり、そういうものってなんかまあ私たちの作品の中にもあるのかなと思っていて、それでまあ私たちのこの作品もそのアプライドアートとアートのこの境界を行き来しているのと、それと合わせてこう文字とテキストとその距離をこう行き来しているのかなって思う部分は境界についてはあります。最初境界っていうの境界線を聞いてパッて思い浮かぶのは、境界があるってことは分けられている、で分けられてるってことはその分断されてるそれぞれって同じものなのかもしれないけど、何らかの理由で分けられてるっていう、何かその両方に対しての興味っていうのはすごくあって、でまたはその境界線の上は何なんだろうというか、どっちでもないってことは実は3つあるのかなって、そういうふうに思ってます。で自分の作品についても自分の身体とオブジェの、さっき言った体に沿って 体と社会の境界線を担うのが私のオブジェかなと思ってたので、そことの違いって何だろうというか、すごくいつも考えているテーマですね。あった方が面白いものだと思います、それはみんなが一つになる必要はないし、境界があるからこそ分かり合えると思うからです。私が住んでいるパリは、階級社会で、とても大きな境界がそれぞれ存在します。だからこそ分かり合える瞬間というのもあったりして、例えばパスポートをパリでなくしたんですけど、落ち込んで道を歩いていたら、道にいた物乞いのおじさんが私に向かって、大したことないよ、大丈夫だよって一言言ってくれたんですよ。それが境界があってもいいけれども、境界を超えるその面白さを感じたエピソードです。境界についてはいろいろその自分の作品を、作っていく中で、境界とか境界線というキーワードを、自分自身使うことがあるんですけれど、その私はよく男性ヌードみたいなものを撮るんですけれども、それと、でも女性ヌードも撮っていて、その男性女性で分けるんじゃなくて、その人間とか、人の形とか、そういうこうもうちょっと性別で分けるんじゃない、もっと大きな人間像みたいなので撮りたいなっていうのもあって、でそれもあるし、また人の体と鉱物とか植物みたいなものを並列させてテクスチャーで見せたりみたいなこともするんですが、それも割と全部つながってるっていうような意識があって、その、人の人間の体も、人間は生きてますけど、死んでしまったら骨になったりとか、でも
カニとかね、そういう甲殻類とかの殻もタンパク質だし、で人間の皮膚もタンパク質だし、そういう、まあ、あの原子レベルで見ていくと、まあ、あんまりこう生きてるか生きてないかの差も結構曖昧だったりとかして、そういう、まあ、なんだろう、物を写真に撮ったものを並べた時に、まあ、境界線が曖昧になって、まあ、そのテクスチャーだけで見ることができるとか、そういう意味での、まあ、境界線をなくしていくっていう作業は写真でやっているような気がしていて、で今回 の, あの展示している作品はまさにそういうものではあるんですけれど、そのあのいろいろな自分以外の視点をあのミックスさせてコラージュして作っているんですが、それは本当にあの自分と自分以外の視線みたいなものの境界線を一度作品の中でなくしてみたいなという気持ちで作っています。私はもうこの 本の中でその境界って、まあ、あのはやっぱり境界を持たないっていうのは結構私あのそう言われる前からあのこういうお話をいただく前からやっぱりなんか境界を持たないで来てるようなところがあったんですよね。もともと性格上境界を持たないっていう気持ちがいつもあるんじゃないかなと思いますね。